皆さんこんにちは、おっさんの棒読みニュースです。今回はオーストラリアで先月行われていた豪米連合訓練タリスマンセイバーで F-35B の空中給油と垂直着陸する映像が公開されたってことで、これは7月20日に発表されたロシアの新型ステルス機の登場に焦った米国が F-35B の反則活動を強化するために公開したと言い出して、最終的に韓国型軽空母の艦載機の選択肢が増えたって結論に至る、わけのわからない韓国発のクソみたいなニュースを紹介するね。多分この記事を書いた人、チェックメイトがロシア版 F-35 なんて言われているので、当然のように F-35B のような短距離離陸、垂直着陸が可能なタイプが存在すると思っているみたい。ニュースの重要な部分の前提が間違ってるんで、話の内容は全てクソみたいになった上に、結論はそこに存在しない KF-21 ネイビーなんていう空想上の産物まで登場させて、めちゃくちゃなものになっているよ。ロシアのチェックメイトは低価格でステルス機の供給が可能だって話なのに、価格が高くなって維持整備が煩雑になり、大した需要も見込めない垂直着陸が可能なタイプを開発するなんて考えられなくて、可能性があるとすれば F-35C に相当する艦載機型だけなんじゃないのかな？ F-35B の空中給油や垂直着陸の映像が公開されたのだって、タリスマンセイバーに参加した F-35B の映像が初めて公開されたってだけで、米国は F-35B の映像を韓国みたいに隠してはいないんだよね。それじゃ、ニュースを確認していきましょう。F-35B、米豪連合訓練初参加。垂直着陸シーン公開、なぜ？米国、オーストラリアの連合訓練である、タリスマンセイバー。が行われた中で、米海兵隊のステルス戦闘機 F-35B の垂直着陸シーンと空中給油シーンが公開され、目を引く。米国防専門メディアであるディフェンスニュースは29日、米豪連合訓練中、米海兵隊の F-35B の垂直着陸シーンを公開した。ディフェンスニュースは、米海兵隊の F-35B が訓練期間にオーストラリア空軍と、高難易度の統合戦闘訓練を実施した、とし、F-35B がタリスマンセイバー訓練に参加したのは初めてだ、と明らかにした。また、オーストラリア国防部は YouTube の映像で29日、空中給油する F-35B の映像を公開した。米豪連合訓練であるタリスマンセイバーは7月13日から31日まで行われた。この訓練は、米豪両国が実施する最大規模の訓練で、参加兵力は総計3万人に達する。米国が主導する他国籍連合訓練の中では、艦太平洋合同演習、リムパック、に次ぐ大規模連合海軍訓練で、2005年から始まり、2年ごとに開催されている。今年からこの訓練に韓国軍と日本の自衛隊が初めて参加した。他にカナダ、ニュージーランドなども参加した。今回の訓練は、中国の軍事的挑発を牽制する次元で行われたものと伝えられた。昨年は新型コロナウイルス感染症、コロナ19、パンデミックにより、大規模な人員が一箇所に密集する軍事訓練の多くは延期されたり中断された状態だ。それだけでなく、密閉した狭い艦艇の中で生活している海軍は伝染病に脆弱である。それにもかかわらず米豪軍首脳部は、今回の連合訓練を強行することを決定した。米国、オーストラリアの最大規模の連合訓練で F-35B が初公開された。香港サウスチャイナモーニングポスト、SCMP、によると、オーストラリア空軍は最近、米国から輸入したステルス戦闘機 F-35A をこの訓練に参加させ、米インド太平洋司令部は、米海軍の FA-18F、スーパーホーネット、他に、現存する世界最強の F-22 ステルス戦闘機を参加させ、総合運用性の検証を行ったことが伝えられた。ところが、
訓練最終版の時点で米海兵隊が運用する F-35B の運用シーンにフォーカスが当てられて、様々な疑問が浮上している。一部では、米国が F-35B のマーケティングに本格的に乗り出したものとの解釈もある。F-35B は現在推進中の韓国型軽空母に搭載される有力機種である。F-35A は空軍が運用し陸上の滑走路から離陸する。F-35B は短距離離陸と垂直着陸、ストブル、が可能であり、主に空母で使用されている機種である。F-35C は米海軍の空母艦載機として空母の格納庫に収容できるように翼が折れる。軽空母は通常の空母よりもサイズが小さく、通常の戦闘機では離着艦が容易ではない。そのため、垂直着陸機能がある戦闘機を搭載することになる。現存する最先端ステルス戦闘機の中で唯一、短距離離陸、垂直着陸、ストブル、が可能な F-35B が、韓国型軽空母の艦載機として有力な候補機種となる理由である。何もしなくても韓国型軽空母の艦載機を落札する可能性が高かった、米ロッキードマーティン社の F-35B のマーケティング活動が慌ただしくなった理由の一つは、ロシアで最近公開された最新のステルス機、チェックメイト、に関係していると思われる。ロシアの統合航空機製作会社、UAC、は7月20日、モスクワ南東部の都市ジュコプスキーで開幕した国際航空宇宙博覧会、マークス2021、で、参加のスホーイ社が開発した第5世代戦闘機、チェックメイト、を披露した。この新型の戦闘機は F-35 に対抗することができるステルス機能を備えているが、価格は F-35 に比べて非常に安価で、世界的な F-35 の需要を代替する可能性がある。F-35 は1機あたりの価格が約900億ウォンだが、チェックメイトは300億ウォン水準だという。現在、各国が運用している最先端の航空電子機器を備えた最新の戦闘機である、第 4.5 世代戦闘機にステルス機能を備えた未来型戦闘機は、第5世代戦闘機と呼ばれる。ロシアのプーチン大統領も新型戦闘機のプレゼンテーションイベントに出席した。一部では、現在開発中の韓国型戦闘機、KF-21 のネイビーバージョンで、F-35B を代替する可能性を取り上げたりもする。やはり F-35B の価格が問題だ。F-35 シリーズの中でも F-35B は価格が最も高い。一機あたりの価格が1000億ウォンをはるかに超えるものと伝えられている。これに比べて、最初の国産超音速戦闘機として開発中の KF-21 の海軍型バージョンである。KF-21 ネイビーは、比較的安価であるという長所がある。また、事前の発注数量が多いほど規模の経済面で単価を下げることができる。我が国の防衛産業界に利益をもたらし、予算も節約することができるというものである。もちろん、最終的な鍵は戦闘機の性能である。F-35B と比較すると、多少 KF-21 ネイビーは劣勢だ。しかし、軍事専門家の間で KF-21 の性能に対する期待感はますます高まっている。軽空母と高価格な F-35B の組み合わせなのか、それとも安価なロシア製チェックメイトか、はたまた KF-21 の派生型モデルか、韓国型軽空母艦載機の選択の幅が広がっている。ってことで、何言ってんだって話ばかりだったんだけど、韓国が考えている KF-21 ネイビーってストブル型になるのかな？おそらくこの機車以外は、通常の艦載機型を想定していて、そのために軽空母ではなく6万トンを超えるような中型空母が必要だって言ってるんだよね。しかも、KF-21 ネイビーは価格が安いなんて言ってるけど、KF-21 の開発と量産の費用は今の段階で18兆ウォンを超えていて、韓国しか導入しないとなれば生産数量は160機で、1機あたり1000億ウォンを超えるんだよね。
韓国の防衛産業界の人間でも KF-21 ネイビーの開発は、新たに戦闘機を開発するのと同様の手間暇がかかると考えているのに、30機程度しか必要でない KF-21 ネイビーの価格は、どうなったら安くなるのかな？知らんけど。最後まで見てくれてどうもありがとう。高評価、チャンネル登録お願いします。